さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. はい、レディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市美里にあります産婦人科アイレディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組となっております。この番組はですね、宜野湾市急なヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオから、私セコがお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、そしてこの番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。まず FM 宜野湾をお聞きの方はメールアドレス 797@fmginowan.com、 そして FM 宜野湾ではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。まず FM 宜野湾のホームページから直接見ることができます。 FM 宜野湾と検索していただくと、ですね、もうすぐクリックするとツイキャスト、ユーストリームが見れるようになっております。そして右上のメッセージを送るというところから簡単にメッセージも送ることができますので、よろしくお願いいたします。そして FM 那覇をお聞きの方は FM 那覇のホームページから、こちらもね、簡単に送ることができますので、皆さんぜひメール、メッセージもお待ちしております。早速コメントが来ております。ナルトラさんから、お疲れ様、そのまま次の番組ね、それでは僕は仕事へ行ってきますということで、はい、いってらっしゃい、ありがとうございます。そしてディーパーさん、さこちゃんおはようということで、ありがとうございます。はい、皆さんこのようにお気軽にコメントしていただければ嬉しいです。それでは早速このコーナー行っていきたいと思います。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生ということで、はい、赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市美里にありますアイレディースクリニック協力のもと、毎週ですね、お産の瞬間を録音して放送するコーナーとなっております。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は2人のお産の瞬間を放送いたします。まずですね、1人目、ラジオネーム佐藤さん、頑張って出産しました。可愛い産声を聞かせてくれた赤ちゃん、ママの嬉しそうな声が聞こえます。へそのカットも無事に終え、無事に終えたようです。それではお聞きください。まあもね、嬉しそうな声してましたね。本当にお疲れ様でした。はい、
女の子ね、女の子と男の子ってこの産声で変わったりするんですかね。しないか。最初ね、本当に生まれたての赤ちゃんってもう男か女かもね、わからないですよね。昨日実は私、アイレディースクリニックさんに用事でちょっと行ってきたんですけれども、新生児かわいいですね。なんか本当に想像できないんですよね、こんな大きいものというか、なんか人間がねお腹の中にいたっていうのは、はあ、想像ができないなと思いながら、なんか懐かしく可愛く見ておりましたが、はい、それではですね、続きまして、匿名希望さん、男の子。立ち会っているパパに見守られながら頑張るママ、無事に出産し赤ちゃんとの握手です。赤ちゃんが元気な産声を聞かせてくれました。コメントはママとパパです。お二人の感動している空気感が伝わってきます。それではお聞きください。来てる、来た、来た、はぁ、来た、上手、上手、入りんかな、上手ですね。あ、赤ちゃん見てね、ママちゃん、もうちょっと出るよ。変わった、変わりました。お、握手、握手、握手して、握手して、はい、写真撮れた。はい、おめでとう、おめでとうございます。1時8分です。おめでとうございます。はい、ちょっとバイバイ、ちょっと大丈夫だね、頑張ったね、浜さん、おめでとう、ありがとうございます。やっと会えたね、頑張ったね。なんていう、なんていう、感動のあまり言葉に出ないっていうの。パパ泣いてたよ、頑張ったね。ねえ、いや、なんかこれなんか一番のコメントですよね。本当に感動して言葉にならないですよね。パパね、ママがパパ泣いてましたよということで、本当に感動して言葉が出てこなかったんでしょうね。やっぱりママもね、ママが一番やっぱり感動すると思うんですけどね、パパも10ヶ月間ね一緒に頑張ってきて、本当に感動して言葉にならないという、すごい分かりますね。はい、ありがとうございました。匿名希望さん、男の子でした。コメントが来ております。まず、なちみさん、さっこちゃんおはようということで、思い出したら下っ腹がキューってなったよということで、ね、なちみさんもお母さんですよね。思い出したら下っ腹が、わかります、はい、キューってなりますよね。はい、そしてシュプリームさん、用事があるから落ちるけどさっこ縛りよということで、ありがとうございます。タイゴさんもおはようございますということで、おはようございます。そしてディーパーさん、うちの甥っ子ちゃんは寝返りができるようになってムチムチしてて、ずっとそのままでいてほしいくらい可愛いですということで、ね、このままではいないんですよね、子供って。でも本当に毎回思うのがですね、この赤ちゃんの時、生まれたての時って本当にね、お母さんたち寝る時間もなくて、もう早く大きくなってほしいって思うんですけど、またちょっと大きくなったら、あの赤ちゃんの時が可愛かったってね、なって、また大きくなったら、またあの大変だ時がね、可愛いってなるんですね。子育てって毎回大変なんですね、何歳になってもね。はい、そしてみやちゃんさん、毎回思い出すな、いろいろということで、やっぱりこの産声をね聞くといろいろ本当に思い出しますよね。私ちょっと私本当にこの産声を聞いてですね、今本当にイヤイヤ期真っ最中で、もう子育て嫌だってなるんですけど、この産声をね毎週聞くと、なんか頑張ろうって思いますよね。生まれた時の感動もね思い出せて、はい、皆さんもそうではないでしょうか。そしてみやちゃんさん、わかる、ずっと小さいままでいてって思ってたということで、ね、
そうですよね。でもみやちゃんさんの子供今3歳か4歳ぐらいですよね、一緒ぐらいだったと思うので、多分他のねもっと大きいお母さんがいる方からしたら私たちの子供多分まだ小さいんでしょうねはい、これから成長ねいっぱい見ていきたいと思いますが、ということで、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は797@fmginowan.com です。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。それでは一旦 CM です。ですね、教えて補助先生のコーナー行く前にですねコメントが来ております。みやちゃんさんから、大きくなってきて嬉しいんだけど赤ちゃん期がいつの間にか終わってたのに気づいた時超寂しかったということで、うん、そうなんですね、赤ちゃん可愛いですね本当にいつの間にか本当に子供って大きくなりますよね。お母さんたちもねなんかその分大きくなっているみたいなことをねよく私言われるんですけど、どうなんでしょうか、どうなんでしょうか、皆さんあっという間にね過ぎていきますよね。学生の時はねなんか過ぎるのが時が過ぎるのが遅かったんですけど、なんでしょうね、ちょっと早くなっていきますよね。子育てしてたら本当に1年があっという間ですね、1ヶ月ぐらいの感じで過ぎていきますが、はい、まあそんなこんなで早速このコーナー行ってみたいと思います。教えて北条先生、はい、ということで教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産について、また時には社会的なテーマを取り上げてお話を伺い、沖縄で活躍する女優の上条美紀さんとの対談方式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーとなっております。今回は先日テレビで再放送されたアイレディースクリニック特集の番組について、そしてリスナーさんからのメッセージもご紹介しています。それではお聞きください。はい、北条先生こんにちは。こんにちは。 先日ですね、アイレディースクリニックの特番が、なんか再放送してくれたある、ね、サンチャンネルさんがね、はい、アイレディースさんがね、それについてメッセージが届いてます。はい、何やら今回も反響が多かったみたいですね、うん、FM 小座に届いたメッセージです。北条先生こんにちは。こんにちは。先日アイレディースクリニックのテレビ放送を見ましたよ。陣痛と戦うお母さん、駆けつけて見守るお父さん、そして赤ちゃんの誕生の瞬間、感動でうるっとしてしまいました、その他入院している妊婦さんたちの様子や気持ちなど、また北条先生のアイレディースに対する熱い思いも知れて本当にいい放送でした。一緒に見ていたお母さんも北条先生は愛にあふれた人だねと言っていましたよ。北条先生には
これからも沖縄でたくさんのママさんと赤ちゃんの幸せに寄り添っていってほしいですという。ありがとうございますね、本当にね。親子で見てたんですね。うん、ね、うん、1年半ぐらい前にね、撮影してもらったうちの番組をね、はい、まあ、好評だということで、またね、こうちょうど虐待とかそういうのをね考える時期だということで、あ、ね、また3チャンネル RBC さんので放送してもらったみたいですけどね、はい、そのまんまです。何もあれは格好はつけてませんね。まあ、その撮る側もそういうふうに素の僕を撮ることっていうことだったのでね、うん、本当にあんな感じで仕事をしながらみんなでね乗り越えて守っていくとね、うん、だからね、やっぱ、まあ、自分たちで、まあ、僕はいつも職員には、僕らみたいにこんなに真面目に一生懸命仕事して一生懸命やってるところはそうはないよってな。だからそういう僕らがやっぱりね、温かい目で見てもらってこそ僕らも頑張っていけるんであってね、うん、まあ、そのやっかみの誹謗中傷ね来るのはね、あんま聞きたくないしね、うん、そういうのはねすごく悲しいよね、人としてね、うん、っていうのを感じたところです。うん、だね、そういうそのテレビと今少しね、僕も2年ぐらい前その本を書かせてもらったんだけども、なかなかね病院だったり誤解、伝えられないこともいっぱいあるからね、ぜひまたもう再放送はないかもしれないけども、うん、録画したのがクリニックの中にあるのでね、また貸し出しとかもできますので、もしね興味がある方がいたらおっしゃってください。いいですね、うん、本も、うん、ぜひ、うん、そうですね、読んでほしいですね、たくさんの方に。そうですね、あれ、私もね、赤ちゃんいないですけれども、うん、すごくいい本でしたからね。ありがとうございます、うん、私の弟の、はい、お嫁さんとか、はい、出産した友達とかに勧めました、うん、ありがとうございますむしろプレゼントしました。ありがとうございます今日もありがとうございました、はい、保証先生と上条美希さんのね、本当に掛け合い面白いですね。いや、本当に先生ありがとうございました。今日ですね、このインタビューについてコメントしたいんですが、なんとですね、今日は8月30日に沖縄こどもの国で、こどもの国のカバの前でですね、アイレディースクリニックからこどもの国への寄付金贈呈式が行われたんですね。なんと8月30日、昨日ですね、贈呈式後に北条先生と園長先生にインタビューをさせていただいた音源を今日は流していきたいと思いますので、ぜひね紹介してください。紹介してくださいじゃないですね、お聞きください。まずですね、北条先生からのインタビューです。それではお聞きください。こんにちは。こんにちは。今日はね、子どもの国の方で、アイレディスクリニックさんから、子どもの国への寄付金贈呈式ということで、はい、カバ社の前でですね、そうですね、寄付金を贈呈式がありましたけれども、はい、これ何回目になるんでしたっけ。先ほど11回目ということらしいですね。そうですね、今ね、はい、11回目、はい、ということで結構11回でね、はい、回数を重ねてきてますけど、うん、改めてこの寄付金はどういう思いで続けていらっしゃってますか。そうですね、私はやっぱり産婦人科、赤ちゃん性の誕生の場ですから、はい、同じように命を大事にしてほしいのと、うん、やっぱり沖縄の子どもたちね、今はもう訪れる観光客のお子さんのためにですね、はい、ぜひ役立てていただきたいなという思いでですね、やります。はい、ありがとうございます。では子どもの国さんにこれからどういう期待というか、はい、どういうふうに使ってほしいなとか、うん、そういう期待っていうのはありますか。はい、沖縄市にありますけど、これはもう沖縄県のですね、大事な財産ですね。やっぱり真ん中に沖縄市があって、北部からも南部からもアクセスがいいわけですから、ぜひ子どもの国をですね、もう本当に県ももっと総力を挙げてですね、こう整備していただいて、もう毎週土日には特に子連れのお母さん子どもたちでみんな遊びにですね来れるようなぐらい、今これから拡張工事があるというお話ですけれども、ぜひ広げていただいてですね、より動物との触れ合いというのはやっぱり命の勉強ですから、一つのですね、ぜひ、
ご発展とですね、なんかお願いしたいなと思います。はい、分かりました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続きましてですね、園長先生の、寄付金インタビューです。お聞きください。アイレディスクリニックさんから子どもの国さんへの寄付金贈呈式ということで園長先生にも来ていただいております。ちょっと改めて自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、沖縄子どもの国の専務理事園長してます上里です。はい、よろしくお願いします。はいはい、今日はですね、アイレディスクリニックさんからの寄付金が11回目を迎えるということなんですけれども、はいはい、どうでしょう。はい、アイレディスクリニックさんからは、本当にいつも気にしていただいてですね、今年11回目ということで寄付金いただきました。特に命を大事にするという共通の項目があるということで、毎回そういう形で、ご寄付をしていただいております。園長先生、カメラと先生は、園長先生になられて何回目かなりますか。初めての寄付。私は6月園長就任したということで、はい、今回初めて、いただくとそういうことになります。はい、ですよね。はい、どうですかね、初めてということですけれど、この印象というか伺ってみてもいいですか。はい、本当に先ほど、北条先生の方から、沖縄のこう宝であると子どもの国が、それから活性化にも、頑張っていただきたいというお言葉もいただきました。先ほどの先生の言葉もですね、十分いただいて、これから沖縄の子どもの子たちのためにしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、ございます。では最後にですね、じゃあもうアイレディスクリニックさんも含めですが、で、まあ、リスナーの皆さんであったり沖縄子どもの国にいらっしゃる皆さんに一言をいただいてもいいですか。はい、沖縄子どもの国、県内唯一の動物園ということで、いろんな方に来ていただいております。特に最近はアジアの方からもたくさんおいでいただいておりますので、どうぞ県民の皆さん、市民の皆さんもですね、動物たちに会いに来ていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。それでは、はい、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、いや本当にね、北条先生、命を大事に、そして子どもたちのね、沖縄の子どもたちのことを本当に一番に考えているので、そして子どもの国も私も毎週のように行っているんですが、いやなんと安いし、ね、遊ぶところもいっぱいあるし、暑かったらねワンダーミュージアムに行ってみたりいろいろありますからね、ぜひ沖縄に旅行に来た際、そして北部南部からもぜひ皆さんアイレディスクリニックじゃなく、あ、アイレディスクリニックにも、そして子どもの国にもぜひお越しください。今日ですね、エンディングで、リューティーの世界の友達をかけながらですね、エンディングを迎えたいと思いますが、最後にナチュミンさんからコメントが来ております。子どもと一緒に成長していると思っていたら、いつの間にか生意気なことを言うようになって、またたまに怒鳴る自分がいて、その時は少し落ち込んでみたりするんだけど、子どもの成長のスピードに置いてけぼりにされてる感は否めないですね、ということで。そうですよね、子どもと一緒に成長してると思ってるんですけどね、子どもの方がすぐあれですからね。あと怒鳴るの分かるんですけど、そして落ち込むの分かります。私これの今これで悩んでます。それでなんか何かして怒る、そう、怒った後にいやこれでよかったのかなって落ち込むっていう負の連鎖がありますよね、お母さんたちはね。これを乗り越えてなちみさん一緒に頑張っていきましょう。はい、いやということで、今回はですね、北条先生のインタビュー、そして8月30日昨日ですね、木曜日に子どもの国で行われた、寄付金贈呈、アイレディスクリニックさんから子どもの国への寄付金贈呈式の、北条先生、そして園長先生のインタビュー内容をお届けしました。はい、ということで、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、
アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産に対するメッセージもお待ちしております。宛先は797@fmギノワン.com。 はい、ということで以上、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックより、赤ちゃんいらっしゃいでした。それではですね、皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。メールコメントもくれた方もたくさんいました。本当にありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。さようなら。